島亮太、何を投げてくれた。外のボールに蹴上がった、左へ。これは上げましたね。取ってワンアウト。そして昨年の数字が出ていました。2割にも達していません。そして打ったホームランの数1となっています。どこから攻めるか。外から攻めていきます。宮本さん、今のボールは何でしょう。スライダーですね。そうですか、スライダーですか。さあ次はどこへ行くか。打って低い当たりになった。亀井ショートライダーに回りました。そして2、竹山ダイヤーズ4年ぶりの V 奪回を果たしました。さあ第1球、まあ今のスライダーですけど引っ掛けてますよね。対しますジャイアンツの1回の裏、スワローズの攻撃。どこから攻めるか。打った、打ち上げてセンターです。ワンバウンド、ヒットになりました。まずは先頭バッター、ヒットが出ます。そしてラジオヤクルト対巨人、その3連戦最終日の模様をお送りしています。まずは初球ストライク、ワンナスイングです。さあ次のボールは、さあバントした、取った、一塁に送ります。この送りバントは安心して見ていられました。これでワンアウトになりました。スワロー送りバントでランナーは2塁に進んでいます。初球は手を出しません。カウントワンストライクノーボールです。2投目引っ掛けました。高いバウンドになりました。ファウルです。ファウルになります。次の配球は低めのボール、打った、竹がピッチャーライト、ショート取った、一塁送球、一塁アウト、ランナー進めました。外野ショートゴロに、ツーアウトになっています。最初の1球、初球ストライク、ワンストライク。2球目はどうか。ストレートで来ました。直球で追い込みました。さあ決め球を見せるか。変化球打った、打球のライン際、切れるか、一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。まあ残念ですけど。さあジャイアンツ、次の攻撃は4番から始まります。2回の表、この試合初めての打席ということになります。さあ初球です。まずは初球見送りました。この球はボールになります。どう攻めるのか。ここはストレート、カウントワンエンドワン。さあ3球目、鋭い当たり、ピッチャーへの当たり、きれいにセンターから入りました。ああヒットになります。1本目のヒット、村田。そして次のバッターをノーアウトでランナーを出しています。どこから行く、真ん中打って、これはサード、マジか、2塁はアウト、1塁転送、サード、セカンド、ファーストまで来てダブルプレー。気温、プロ入りの調査です。その数字なんですが、2割並ぶリリーです。プロ入り23年目での成績です。最初の1球、これの初球打ち、今のはファウルになります。さあどうでしょう。中を攻めましたが外れています。ワンストライクワンボール。さあ3球目、インコース打った、これは三遊間、取りました、一塁送球、一塁、これはアウトです。これでスリーアウトチェンジ。2回の攻撃中のスワローズ、先ほどの回は残念が1、結局無得点に終わりました。最初のボールを決めました。カウントワンストライクノーボールです。第2球はどういった。今のはちょっと危ない投球です。こちらも初回を無失点に抑えています。さあ3球目、真ん中落ちました。セカンドへの打球、取って一塁に送ります。アウト、いい原、セカンドゴロに終わりました。打順は次に変わります。田中、これコンディションがねちょっと気になりますけどね。はい、さあこのバッティングはどうでしょうか。どこに構えるか。ストライク、カウント2ストライクノーボールです。さあ次のサインは、見送った、三球三振、最後はバッター手が出ません。2アウトになっています。さあ第1球、外目のボールから来ました。ワンストライクノーボール。さあ次はどう攻めるか。ストレート決まって2打線、さあここは追い込まれていますが、さあ1球様子を見るのか。アウトコース打って、これは高いバウンド、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表、3回の表、今日の1打席目になります。さあ最初の1球、まずは見送りました、ワンボールになりました。さあ2球目は、インコース打ってファウルになりました。
でした。0対0、まだ得点はありません。さあ3投目、引っ掛けた感じになりました。これもファウル。さあ次の4球目が、これは遠いところ、ツーツーです。さあ何を見せるか、ストレート、これもファウルボール、抑えた。2&2、カウントはそのまま。まっすぐを打ってキャッチャー取りました。一塁送球、一塁アウト。キャッチャーボールに倒れました。何を投げてくるか、初球から打った、あっとトンネルした、投げた、間をきれいに破りました。いや、そして打順がかバッター、上原、どこから行った、打ちました、打球はサードへ、抑えた、一塁へ、一塁アウト、しかしランナーは二塁へ。上原、サードボール、今日2回目のバッターボックス、どう組み立ててくるか、変化球を打っていった、ファウルです、ファウルになります。ワンアウトから痛恨のエラー、その後は内野ゴロに打ち取りました。これはストライク、ツーストライク。さあ外してくるのか、このストレートは外れました、バッテリー外してきます。さあ4投目、三振、スリーアウトチェンジ、マジか、三振に来た。3回の表が終了しています。ジャイアンツ得点はなりませんでした。3回の裏、スワローズの攻撃、まずどこに構えるか、まずは簡単にストライクが来ました、ワンストライク、どこに構えるか、打ちに決まりました。さあバッター追い込まれています。さあ決め球を見せるか、あーっと痛烈な当たり。さあ4球目、空振り、先頭バッター三振に切って取りました。さあ今日の第1打席です、1投目はどうでしょう。まずは初球ストレート、ワンストライクノーボール。2球目はどうでしょうか、振りません、ストライク、ここは追い込んでいます。さあ1球様子を見るのか、変化球打ちました、これはセカンドになります、セカンドが抑えます、一塁はアウトです。川島、セカ最初のバッターは三振、その後は内野ゴロに終わらせました。まず初球、初球空振りです、宮本さん、このピッチングはどうご覧になってますか。いいピッチング、外上がった、これはライトが前に出ます、取りました、これでスリーアウトチェンジ。4回の表、今日2度目のバッターボックスに入っています。最初の1球、これは大きな当たりだ、センターへ上がっている、これは際どい、入っていくか、きれいに破った、間隔破りました、ボールは中継のショート亀井、左中間への2、そして次のバッター川島亮、4回まで来ています。そして2安打を打たれています。初球はどうでしょうか、まず最初のボールを決めていきました。まあスイング自体はね、いいと思いますよ。スイングが豪快にいきました。さあ第3球、これも鋭い当たり、これはどうか、下がる下がる、懸命に追いかけます。大きな打球、頭上を越えてきました。中継のショート、セカンドランナー今ホームにした、タイムリーツーベースヒット、1対0、1点先制します。さあゲームが動きました。さあ得点シーン、もう一度ご覧いただきましょう。ジャイアンツが先制点を奪いました。そしてバッター村田修一、第1球、真ん中のボールを打ち上げてしまった、打球はショート後方へ、ワンアウトです。さあ宮本さんにお聞きしましょう、今の場面、この回はワンアウトになっています。まずどこに構えるか、初球は手を出しません、ワンストライク。次の2球目、ここは見送ります、ツーナッシングです。遊び球はあるのか、内へ持ってきましたが外れました、2エンド1になりました。次が4球目、なんとこれは強い当たり、破った、きれいに破りました、止まりました、セカンドランナーを3塁ストップ、これでこの回3本目のヒット。そして6番川島亮、今日は4回途中までを投げ、許したヒットが4本、そのうちの3本がこの回ということになります。まずは見送りました、ワンラッシングです。さあ第2球、さあ詰まらせました、ファウルになりました。でもファウルで済んで良かったですよ。はい、このピンチ、今のは助かりました。あーっと打った、レフト線に上がった、取ってファウルランナータッチアップはどうか、ボールは中距離のショート、ファウルランナー今ホームイン、2回で1点を加えます、この点差は2になりました。
リプレイでご覧いただきます。この得点の場面です。そして次のバッター、ジャイアンツ現在2連勝、同一カード3連勝でリードは守れるんでしょうか。初球はストレート、ショートの前になります。取ってファーストへ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジ。4回の表が終了、ジャイアンツ2対0先制点を入れています。攻撃中のスワローズ、3回までは1つの残塁、その1人のランナーをホーム、あーっと打ちました。打球はセカンドへ、一塁へ、これは一塁アウトです。宮本セカンド、3番バッターガイエ、初球はどうでしょうか。初球は手を出しません。ワンストライク。さあ2球目、打っていった、キャッチャーです。一塁送球、アウト、アウトです。ガイエキャッチャーゴロに。上原、今日打たれたヒットの数は1となっています。最初の1球は成田、外から攻めていきます。ゾーンいっぱいに投げ込みます。このボールはどうか。真ん中はサードへの打球、サードが抑えます。一塁に送ります。一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。4回、5回の表、ジャイアンツ川島亮、5回まで来ています。5イニング目ということになります。どう組み立ててくるか。内へ、最初は高め行きました。カウントノーワン。2投目、ストレート落ちました。これはショート後方か、ショート後ろに下がります。取ってワンアウト、小崎ショートフライに。バッターはピッチャー上原、どこに入れてくるか。打って三遊間に、取ったファーストへ送ります。一塁アウト、アウトです。上原ショート、これが今日3回目の打席、初球です。まずはストライクを取りました。ボールカウントワンストライク。次のボールは今度もまっすぐできました。ワンエンドワン。さあ3球目は、これは見送りました。ワンエンドツーになっています。さあバッティングカウント、どう攻める。ストレート、打球はセンターに上がっている。さあ前に出ます。取って、これで3アウト。5回の裏、スワローズの攻撃。最初の1球、あっと打ちました。右へ、これは右中間への打球、マジか。打ちました。レッドバッター1塁ゲット、ツーベース、リーハーセンターへの。そしてスワローズ、ノーアウトからヒットが出ました。第1球、初球簡単にストライクを取ります。ワンナスニングです。さあ次はどこへ。ここを受けバント、取った、一塁送球、送りバントが成功。これも職人技、これでワンアウト。これが2回目のバッターボックス。初球はどうでしょうか。まず外から入りました。カウントワンストライク、ノーボールです。さあ次はどう攻めるか。インコース、低めのストライクはツーストライク。さあどういう1球で遊ぶんでしょうか。変化球を打っていった、セカンド後方へ、これでアウトが2つ。川島セカンドフライに倒れました。そして2アウトになっています。第1球はどうか。初球見送っていきます。ボールカウントワンストライク。次のボールは決めてきます。さあここは追い込まれていますが、遊び球はあるのか。あーっと強い当たり、落ちた、打ちました、セッターの前。1本出るのか。2対1。そしてピッチスワロー、さあタイムリーヒットで1点を返しています。初球です。あーっと打った、高いバウンドになりました。2回目の打席はどうでしょうか。どう攻めるのか。これは外です。このストレートで追い込みます。さあ決め球を見せるか。カーブがインコースに外れます。際どく外れた。さあ第4球は、あーっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。ボール球を、5回を終了、スワローズ1点を返しています。2対1、1点差に。6回の表、ジャイアンツの攻撃。さあ最初の1球、深いところに落ちた、ヒットになります。セカンドが中継、2打席連続のツーベースヒット、そしてこの前の、この前の2打席目、先制のツーベースヒットを打っています。さあ1球目、ストレートを打って、これも高く上がった、これは大丈夫。センター、センターがいます。取って、これでワンアウト。ローズ、センターフライに倒れました。ここで川島亮、今日は6回途中までを投げ、打たれた人は5本、この回は1本がありました。最初の1球は何か。まず最初のボールを決めていきました。ワンストライクノーボール。2投目は、いったー、さあこの当たりは、これはまた
川さん、今のはどうでしたか。だからまあ、欲しい時にホームランが打てるわけですよね。これが4番ですよ。ええー、ですね。2点を追加、3点のリードに変わります。さあ、ホームランのリプレイ映像です。試合はすでに中盤戦。ここで点差が開いています。まず初球。初球わずかに外れてボール。ノンストライクワンボール。さあ、どうでしょう。まっすぐで決めました。平行カウント1エンド1。さあ、3投目。これもインコースです。ちょっと当たったと思いましたよ。はい、確かにバッターに当たりそうなボールでした。バッティングカウントになった。ストレート打ちました。これは高いバウンド。サードを取った。ファーストへ。あー、アウト。細川、サードの奪った三振の数が1となっています。何から持ってくるか。初球振りません。ボールカウント1ストライク。さあ、2球目。アウトコース。カウント1エンド1。さあ、3球目はどうか。まっすぐを打って三遊間はどうだ。取ってファーストへ送ります。これは1塁アウトで3アウトチェンジです。6回の表が終了した。6回の上原、このゲームは素晴らしい投球内容で勝ち投手の権利を手にしています。何を投げてくるか。最初はインコースから来ました。ワンストライクです。次の2球目、今度は外。ここは追い込んでいます。さあ、3球目はどう攻める。変化しました。これはシュートになります。取りました。一塁送球、アウト。一塁はアウト。そして上原、6回ワンアウトまで来ています。まだ3安打しか許していません。さあ、初球、まずは外から来ました。カウント1ストライク、ノーボールです。第2球はどういく。ストレートを振れ、打球はショート後方へ。ショート交代します。宮本、ショートフライに終わりました。次のバッター2アウトになっています。さあ、第1球、最初は内から入りました。ワンストライクです。さあ、第2球、外へ持っていきました。直球で追い込みました。遊び球あるのか。強い当たり、センターへ上がった。ワンバウンド。ここでヒットが出ました。外野1本目のヒットが出ました。さあ、4回の2打席目、サードゴロに倒れています。まずは初球、初球見送っていきます。ワンストライクノーボール。2投目、やっと打ちました。センターに上がった。前に出る、前に出る。取ってスリーアウトチェンジ。さて、試合は3スワロー先発ピッチャーマウンドを7回の、この前の打席はいい当たりだったんですが、ショートゴロに終わっています。さあ、キャッチャーか。もう完全にね、力で投げてますよね。はい、ここはピッチャーの確率がワンアウトになっています。まず初球、真ん中打って打球はショートへ。ショートが抑えます。ファーストへ。一塁アウト。アウトです。大阪ショート側に。今ならもうちょい投げさせろ。上原、初球です。初球捉えました。ピッチャーなんだけどな。3球で2アウトまで来ました。まあ悪いことじゃないんですけどね。積極的に打つのはいいんですけどね。はい、今回鋭い当たり、打ち上げてセンターに。ピッチャーか、こんなに。これすげえバッティング。これで行きました。ショートが中継。あんなとこへ飛ばさんのピッチャー。上原、センターオーバーの2ベース。そして次の今日のバッティング、3打数でノーヒット。まだヒットはありません。まず初球、変化球打って右に持っていった。右中間が上がった。くそ、取り出した。これで3アウトチェンジ。7回目、上原、今日打たれたヒットの数は4となっています。最初の1球、最初は外に持っていきました。ワンストライク。2投目は真っ直ぐを打って気分のような打球、ファーストへ送ります。1塁はアウトです。飯原、6番バッター、田中。さあ、初球です。まず外から入りました。ワンストライクです。第2球はどういく。内へのボール打った。これはショートになります。抑えた。一塁へ、アウト。一塁アウト。田中、ショート。この試合の奪三振の数が3となっています。さあ、1投目、まずは見送りました。カウント1ストライク、ノーボールです。さあ、第2球、ストレートできました。ツーナスイングです。さあ、次のサインは、1、2塁間です。やっと破った。綺麗に破りました。
ツーアウトからヒットが出ました。ライトへのヒットが出ました。さあ3回目の打席、最初の1球はライト、初球ストライクを取りました。ワンストライクノーボール。さあ2球目、滑った感じでしょうか。この回あっという間にツーアウトになりました。しかし低めを打ってファウルボール。さあ4球目、さあファーストランナーがスタート、なんとスーアウト三振、スリーアウトチェン、最後は空振りにしても途中経過をお伝えします。まず仙台です。どうしよう、ウェハー3位に伝えるね。8回の表ジャイアンツの攻撃、そしてこの回の先頭亀井、8回の表ノーアウトです。初球です。ストレート打ってファールになりました。今日はここまで3打数2安打2投目、これはボールと分かる球、1エンド1です。3球目はどうする、外れています、宮本さん、今日のピッチングを見てどうですか。今のストレートもいいですからね。さあバッターちょっと有利、今度も速いボールできました。151キロです。次が5球目、これは大きいぞ、いったいった、中間に上がった、ボールを追っていきます、抜けた、長打コースに上がる、めちゃめちゃ使えるな。さあ中継間に合うか、3打席連続のツーベースヒット、この場面でのいきなりランナー2塁としています。第1球です。あーもったいねえ、ローズが取ってワンアウト、ローズピッチャーフライに終わりました。ここで打ち合う、最初のバッターはツーベース、その後内野フライに打ち取りました。さあ初球です、真ん中を蹴って、今はファウルになります。2球目はどうでしょう、ストーンと落としてきました。当たりませんでしたけど、いいスイングですよ。はい、残念ながら捉えられませんでした。まっすぐを打ってファールになりました。さあ第4球打ってセカンドの前、飛びました、一塁送球、一塁アウト、ランナーは三塁に進んでいます。村田、松尾、リバウンドとしてマウンドに上がりました。まだ2安打しか許していません。さあまっすぐ打ちました、ファウルです。松尾、今日は1回と3分の2を投げ、打たれたヒットが2本、打った、さあこの打球は、あー普通からやるだけ、取ってスリーアウトチェンジ。点差を縮めたいこの場面、スワローズピッチャーに回ったところで代打を告げました。この期待に応えたいですよね。初球ストレートできました、ワンナスイングです。疲れが効くと思う、鋭い打球、打球のセカンドへ、あるかんね、綺麗に破ります。ノーアウトからヒットが出ました。2位1ライトへのヒットが出ました。うーん、シュート出すかな。ジャイアンツ、ここで2番手ピッチャーにスイッチします、豊田。さあ、菊池、今日のゲームは1回失礼しています。どこに出てくるんでしょうか。今度も言えたい、マジか、相手の打球をやった、バッターをしたワンバウンド、ピッチャーの変わり花を捉えた、3塁、これはアウトです。これでワンアウトになりました。そしてワンアウトランナー1塁です。まずは初球、まずは初球ストライク、ワンストライクです。このボールはどうか、まっすぐで決めました。これでツーストライクと追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか、真ん中ライン際当たり決めるか、今のはファウルになります。さあ4球目、空振りの三振に切って取りました。いい、今日の成績をご紹介しましょう。3打数1安打、最初の1球は何か、まずはストライク、本当力がね入ったスイングですよ。はい、フレーと左への打球、さあ前に出ます、ワンバウンドヒットになりました。ヒットになった、この打席のヒット。そして次バッター畠山、初球は最初はストレートが来ました、ワンナスイングです。第2球、中へのストライク、ストレートで2ストライク目を取りました。さあ決め球を見せるか、変化球、ちょっと変化球にねバットが出ただけですね。取りました、スリーアウトチェンジ、ここで試合は、スワローズこの試合2回、9回の表、今日
今日のここまで2打数の、そして打点が1あります。第1球はどうか。まずは初球見送りました。これは全く手は出ません。さあ2球目決まりました。2ストライク。様子を見ていった。一塁に送ります。一塁これは有利アウトです。そして今日はここまで3打数ノーヒット、まだヒットは出ていません。どこに出てくるんでしょうか。ストレートを打ってショートへの打球、ショートが取ります。一塁へ、一塁アウト。結局ねヒットありませんでしたね。打順が移ります。小坂最終回の表ツーアウト。まずは初球今度もショートのゴロになりました。取ってファーストへ。一塁アウトでスリーアウトチェンジになります。さあスワロージャイアンツ3番手のピッチャーを送ります。クルーン清水。9回の3連戦の3日目、最終戦は9回の裏に入っています。さあ最初の1球真ん中は打球のラインが切れた。先ほどはいい当たりを放ったんですが、セカンドゴロに倒れています。あっとストレート来ました。さあ2ストライク追い込みました。追い込んだが鋭い当たり、ショートです。抑えた。ファーストへ送ります。アウト。1塁アウト。リーハラ今日は送りバントを成功させています。初球はどうでしょうか。この初球ボールになりました。これは外れました。次の2球目決めてきます。でも速いボールですけどね。そうですよね。159キロ出ていました。田中このゲームは塁に出られていません。バッティングカウントからの4球目、大きな変化球持ってきました。2ストライク2ボール。さあ何を見せるか。これは読みが外れたか。次のバッターに川島慶三、今日は1回塁に出ています。勝利まであと1人になった。初球は手を出しません。カウントワンストライクノーボールです。次のボールは中へ。これは159キロ出ました。これで決めるか。よっしゃー、試合終了。結局空振り三振に終わりました。4対1、3連戦の最終戦もジャイアンツの勝利となりました。ジャイアンツ開幕から続いている連勝を3としています。上原今シーズン初勝利を挙げています。クルーン完璧なリリーフでセーブを挙げています。最後までリードを守りきりました。あ、高校の巨人強かったかな。本当2009年。勝利監督インタビューが始まっています。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。ヤクルト対巨人3回戦の模様をご覧いただいてまいりました。この放送で今日はここまで。